こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケット始めていきましょう。さて、前回は WBC クラシック制覇ですね。何か用？508キロもう一周様子を見て、農園で収穫できるわよ。プレゼントが届いてるわよ。さあ、今度こそさっきのは見なかったことにして、知ってるかしら。これで、入球です。いい仕上がりだわ。特別会話が出現している。あら、いい感じじゃない。ベストバー体重は508キロままだと思うので、ね、知ってるかしら。元気いっぱいね。まったけもある。まずまずかしら。元気いっぱいね。大根ですね。もうなんか調子悪いですね。クエスト達成よ。どうしたの？感じですか。いい感じだわ。さあ、今週出すかな。クエスト達成よ。知ってるかしら。あ、いい感じじゃない。プラス2キロですね。嬉しそうね。安沢さんもいるんだ。柴田雅人かな。柴田雅人行ってみましょう。さあ、これで1時間余りの後ですね。結構時間がかかりそうなので、この後、1時間以上後、別のゲームをしながら待機しますかね。それではまた後で。スターフォースポケット。はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケットを始めていきましょう。私は喜多方くるみ、よろしくね。
さあ誰が来る。東海トリック。さあ WBC 結果が出たようですので見ていきましょう。遠征中ということで完成しましょう。3番人気ですか。ただいまより投票受付を開始します。1番人気がこの11番のアリアスアムイス、2番人気が6番シャンシャインターボ、それに続く3番人気ちょっと差が離れてますよね。ただ印20番で1つついております。実績信頼ということですね。さあ先行も気にせずに行くしかない。SWBC12 頭、頭前には7枠10番。そして空間を越えて歴史に名を刻んだ勇士が集いました。スーパーワールドブリーダーズカップ、さあいよいよスタートです。まあまあのスタートかな。ちょっとばらついたスタートになりましたが、果たして何が行くのでやりましょうか。先手を取ったのはオルコックアラビアン、4番エクリプス、ロドルフィンバルム、レインウォーカムがその後ろちょっと離されまして、ラーレーアラビアン、その外に2番マッチェム、10番カタノバレイ、外を通りまして12番ペロド、それから9番バンバンアイ。ここから474メートルは海の中を走るガラスのトンネルコースです。その内からは5番バイアリーターク、そして外からは6番サンシャインターボ、一番後ろにアリアスアムニスであります。場内がどよめいている、場内がどよめいています。オルコックアラビアンがレースを引っ張るようになりました。その後ろ10馬身くらいあって4番エクリプス、そして3番手にロドルフィンバルブであります。それからもう1頭7番レインヨーカン、その後ろ5馬身くらいあって1番ラーレーアラビアン、そしてその外に2番マッチェル。さあ世界一を決める冬の陣はいよいよ最後の直線勝負。オルコックアラビアン先頭独走になっている。オルコックアラビアンが抜け出した。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。ムチが飛んだ。池添とアリアスアムニス先頭列島とオルコックアラビアン頑張る頑張る。オルコックアラビアンバンバンアイ届きそうにない。外から突っ込んでくるのはアリアスアムニス先頭、池添とアリアスアムニス、ムチを通ってバンバンアイ、パタノバレイ懸命に追う。バンバンアイかアリアスアムニスか。さあこの一着は際どいぞ。ですね、おめでとうございます。次は見返してやりましょう。あ最下位か。1着11番2着レ
スを終えた馬が戻ってきたわ。クエスト達成よ。プレゼントが届いてるわよ。はい、というわけでですね、SWBC 残念な結果でした。また次、頑張りたいと思います。ちょっと聞いてよ。応援よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。